今週は市町村ウィーク広野町ということで、今日はこのソラネットであの頃の広野町を斉藤さんです。ニュースライブラリーから面白いのをたくさんピックアップ してきましたので、ぜひ皆さんと、ね、見たいと思います。いきなりなんですが、はい、突然なんですけれどもね、ちょっとこちらの方皆さんご存知でしょうか。はい、はい、こちらの方です。ボビー・チャールトンさんって方ご存知でしょうか。はい、実は今から4日前にお亡くなりになられたんですけども、うん、この方が福島県とすごく関係が深い、はい、どういう方なのか、これ驚きますよ。この方サッカー界イングランドの史上最強の選手、はい、イギリスのマンチェスターユナイテッドなどに所属して、1966年ワールドカップで優勝してる、すごい人ですね。レジェンドです。これほら、Jヴィレッジの名付け親なんです。へー。で、はい、これこの後ですね、はい、この方が次々と出てきますので、はい、ちょっと注目しておいてください。頭に入れておきます。入れておいてください、はい、そしてこれを、まあ、覚えつつですね、こういうソラネット来ました、うん、震災前の情報なんですが、うん、広野火力発電の煙突展望台、うん、眺めは最高です。今は登れるかな。はんけさん、火力発電の煙突に展望台があるんだって聞いたことあります？初めてです。初めて、はい、はい、じゃあ広野火力発電の煙突に展望台があるのか、うん、あるんです。展望台じゃないです。本来は展望台ではなく煙突の点検などのために設けられた観測台、はい、これが震災前まで予約制でここまで登れて、広野や太平洋を一望することができたということなんです。そんな時代があったんですね。そんな時代があったの、はい、震災前まで、うん、で実はここにこちらでございます。先ほどのボビー・チャールトンさんが視察に行っていた、なぜなのか、こちらご覧ください。はい、ボビーさん来ました。広野火力発電所の観測台行きます。でこの後観測台に登ります、はい、東京電力の方から、熱いものもこれです。結構綺麗でしょう、はい、今の展望の、ね、はい、様子で、これなぜですね、ボビー・チャールトンさんが火力発電所の観測台に行ったのかというと、あるものを視察してるんです、はい、何かと言いますとこちらなんです。 Jヴィレッジの建設予定地を視察して、ボビーさんの今までの知見を担当者に伝えていた、アドバイスをしていたと。貴重な映像ですね。そう、貴重な映像なんです、はい、だからあの観測台の映像がこれしか残ってなくって、はい、そこにちょうどボビーさんが来てた。で、Jヴィレッジのこう始まりの映像でもありますね。そうなんです、はい、さあ、そのJヴィレッジの始まり、うん、今いいこと言ってくれましたね、はい、こちらでございます、うん、こういうのもいただいてます、うん、Jヴィレッジがオープンした時、うん、はい、どんな様子なのか見たいです。確かに見たい。オープニングセレモニーの、はい、ニュースライブラリーありましたのでご覧ください。はい、はい、今を遡ること26年前でございます。で、日本サッカーの発展に力を尽くされた高円宮殿下も挨拶をしておりました。サッカー協会は元よりのこと、日本のサッカーを愛する。そしてこの後です。いいですか、この後、はい、ボビーさんです。ボビー・チャールトンさんがキックオフセレモニーに出てた。はい、そして子供たちが現れます。元気いっぱい。元気いっぱいでございます。さあ、このね、オープニングセレモニーの日なんですが、はい、その開幕戦はこちらの戦いだった。皆さん知ってました？福島 FC って昔チームがあったんですが、はいはいはい、福島 FC 対コンサドーレ札幌のオープニングゲームということなんでございます。そしてね、いろいろ J ヴィレッジもありました、うん、震災を乗り越えて、うん、今まさにまた復活しているということでございます、はい、さあ、そして J ヴィレッジからちょっと外れます、はい、2つ目はこちらなんです。昇華記者にまつわる映像やエピソードを聞きたいです、はい、皆さんご存知ですか、記者っていう、はい、知ってます？はい、はい、ですよね、はい、さあ、そのですね、はい、実は記者なんですが、広野に大きく関わりを持っております、はい、こちらご覧ください。1982年、はい、古いでしょう。広野原って出てくるんですよ、はあ、
この汽車という歌は小さい頃に誰もが口ずさんだ記憶があると思います。ところでこの歌が常磐線の久野浜から広野までの風景を歌ったものであるということをご存知の方は少ないのではないでしょうか。懐かしい車両。ところで当時から83年経った今、改めてこの風景を眺めてみようと思い、久野浜から広野まで列車に乗ってみました。だから本当に広野の景色を歌ったんじゃないかっていう、今では蒸気機関車の姿は見ることはできません。しかし自然の姿は当時とあまり変わりないように思え、ふと心に和むものを感じました。どうですか関係さん。でも本当にちゃんとシンクロしてますね、風景と。なんですけどね、はい、ちょっとね、はい、こういう説もあるんですよ、はい、これ広野駅の汽車の歌碑、うん、広野花って書いてあります、はい、で作詞者の大和田さんという方が、うん、東北旅行の際に作詞したと言われて、はい、それで広野の景色を読んだんじゃないか、はい、ところがですね、はい、これ実は作詞者を特定されて、で新潟や九州の景色などなんじゃないかって諸説ある。いろんなも説があるんですね。諸説ある、はい、でも広野町の方に聞いたら、はい、こちらでございます。歌詞の中に広野原っていうのがあって、うん、浜もあって鉄橋もあって歌詞と結びつく景色が広野にあるので、うん、はい、歌詞を作りました、うん、いうことでね。私も以前サタフクで中継行って、そこでそういうつながりがあったんだっていう。そうなんです、はい、学びました。で今やですね、はい、この汽車なんですけども、はい、こちらで使われております。え、これ2008年です。はい、何かと言いますと発車のこれ、いいですね。これはね、はい、トンボのメガネです、はい、ほら下り相馬仙台方面は汽車が使われているということなんですよね。こうやって今でもですね、広野の皆さん、福島の皆さんにこの汽車が根付いているということでございます、